はいどうも、買取チャンネルです。今回は実際にヤフオクで落札された金額をもとに価値の高いビックリマンシールトップ5を紹介していきたいと思います。ビックリマンシールとはロッテのチョコレート菓子ビックリマンの付属シールのことで、今の若い子には馴染みが薄いかもしれないんですけど、40代や50代の人にはかなり刺さるコレクターアイテムの一種となっています。シリーズの始まりは1977年からなんですけど、一般的に馴染みのある天使や悪魔の漫画イラストが誕生したのは1985年から発売された10代目悪魔 vs 天使シールからです。悪魔 vs 天使シール以降は社会現象になるほど人気が爆発し、発売当時にはビックリマンチョコの購入制限がかけられたほどで、種類によっては驚くほど高値で取引されています。そして今回ランキングを作る上での条件は画面の通りです。ではやっていきましょう。第5位はヘッドロココ逆扇。落札価格は82万6千円です。開始価格は35万円からスタートし、44件の入札を経て落札されました。ヘッドロココは非常に人気の高いキャラクターで、中でも逆扇と呼ばれる種類は非常にレアなシールとして知られています。逆扇とはプリズムと呼ばれるキラキラ背景の形が通常は扇形なんですけど、それが逆さになって印刷されたのが今回紹介している逆扇という種類です。通常は上向きの正扇形なので、一説ではエラープリントされた種類だと言われています。第4位ヘッドロココアイスケーキ福袋版。落札価格は86万7千円です。開始価格は50万円からスタートし、44件の入札を経て落札されました。ビックリマンシールといえばウエハースチョコを思い浮かべるとは思うんですけど、実はアイスでも封入販売されていて、今回紹介しているのはクリスマス限定アイスケーキセットに封入されていた福袋版と呼ばれる種類です。この福袋版は全9種類存在し、どれも希少性が高く高額なんですけど、中でも人気キャラであるヘッドロココはひときわ高い価格で取引されています。第3位旧ビックリマンスーパーゼウスビニールコーティング版。落札価格は100万円です。開始価格は38万円からスタートし、30件の入札を経て落札されました。ビックリマンシールといえばスーパーゼウスと言えるほど非常に有名なキャラクターなんですけど、このビニールコーティング版というのは裏面がビニールコーティングされている種類のことです。このビニールコーティング版はビックリマンシールの最初期にだけ作られた仕様のため、スーパーゼウスのビニールコーティング版は非常に希少性の高い種類となっています。ちなみに裏面に自分でビニールコーティングを施した贋作も存在するので、取引の際には注意が必要です。第2位ブラックゼウスアイスケーキ福袋版。落札価格は101万1000円です。開始価格は70万円からスタートし、42件の入札を経て落札されました。こちらは4位で紹介したヘッドロココの福袋版の9種類の中の1つです。このブラックゼウスと先ほどのヘッドロココ、そしてスーパーゼウスは他の6種類と比べてもひときわ高い価格で取引されています。第1位スフィンクスヘラクライスと緑。落札価格は110万1000円です。開始価格は1円からスタートし、63件の入札を経て落札されました。このシールは2016年公開の映画キングオブエジプトの公開を記念してコラボ企画で配布された限定シールで、緑、赤、白の3種類が存在しています。キングオブエジプトの映画をムビチケのホームページでチケット購入することでキャンペーンに応募することができるようになり、そのキャンペーンで当選すればもらえるという流れのシールでした。生産枚数は各色33枚ずつの合計99枚とごくわずかなため、非常にレアなシールとなっています。ちなみに今回は緑なんですけど、白と赤も高額で取引されています。以上がヤフオクで実際に取引が確認できた高額ビックリマンシール5000でした。このチャンネルでは商品の買取相場や歴史に関する情報を主に発信しているんですけど、様々な商品ジャンルの実際に落札された価値の高いランキングも発信していこうと思っています。もし興味のある落札ランキングなどありましたら、コメントで教えていただければ幸いです。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。